運がいい人の習慣はこれ。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は運がいい人になるための小さな習慣、世界の成功者が実践するたった1分のルールについて解説していきます。この本の著者のインド人のサチン・チョードリーさんは、成功者が実践している小さな習慣を身につけたことで事業家として大きな成功を収めました。小さな習慣を継続していくといずれ大きな成果を生み出すことができます。この動画を見て小さな習慣を実践してください。あなたの運がどんどん上がっていきます。今回は大きな成果がいずれ出る小さな習慣を20個紹介します。この動画が参考になったという人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。1個目、自分は運がいいと1日に5回言う。インド人は口にしたことは実現すると信じています。そして日本にもその考えを示す言葉があります。それが言霊です。頭の中で考えるだけでなく、実際に口に出して言ってみることでその言葉に力が宿ります。それが言葉のパワーです。イメージを言葉にすることで意識をより強く焼き付ければ、人の行動は必ずそこに近づこうとします。これが言葉にすることの力です。この理論は自分に対しても有効です。つまり自分に期待する言葉を口にすることがその人のパフォーマンスを左右します。自分は運がいいと1日に5回言うことから始めてください。2個目、失敗した未来をイメージして失うものを考えてみる。失敗した未来をイメージすることは不可能を加速すると考える人がいます。しかしそうではないです。日本人の不可能思考の一つに失敗を恐れすぎていることがあります。インド人は人口が13億人もいる上に民族も言語も様々です。そんな国で成功しようと考えるならば失敗を恐れる余裕はないです。失敗よりもむしろ行動しないことを恐れます。一方で日本はほぼ単一の民族で言語も日本語です。学校で教えるのは競争よりも平等や公平さです。怖い時はあえて失敗した姿を想像してください。それが1ヶ月後の自分にどんな影響を与えるのか具体的にイメージしてください。3個目、〇〇しなきゃを〇〇したいに置き換える。仕事を心から楽しんでください。仕事を心から面白がってください。この面白がりこそ可能思考の重要なキーワードです。この思考は思考を変えるだけで簡単に身につきます。〇〇をやらなければいけない、これを〇〇をやりたい、そう考えるだけです。それだけで心が軽くなり、もやもやした気持ちが消えていきます。4個目、耳に入るニュースから人間関係までネガティブを遮断する。人は周囲の環境から大きな影響を受ける生き物です。メンタル面も嫌なことばかりについ目を向けてしまいます。そこでおすすめしたいのがネガティブを断捨離することです。具体的には目にする情報、出会う人、遭遇する体験に対してネガティブなものを極力排除してハッピーでいるための環境を整えることです。これを1ヶ月ほど続ければ、驚くほど快適な環境にいることが自覚できます。この時思考はポジティブに変わって可能思考が身についていきます。5個目、大きなゴールを設定して小さな一歩を書き出す。最初は小さな一歩から考えてください。そうすることで今の自分には無理と思える大目標にも立ち向かえるようになります。仕事でもプライベートでもきっと目標があるはずです。まずはそれを具体的に思い浮かべてください。大切なのはそのためにどのような行動を起こすのかです。その一歩を動き始めた時に物語が動き始め、もっと早く動いていればと後悔した経験ってありませんか？できることを可視化すれば足りないものが見えてきます。どうしても躊躇してしまうのであれば、できることをリストアップしてください。そうすることでこの後必要なことが書き出せます。そしてこの書き出すということは小さな一歩になります。目標が大きければ大きいほど膨大な準備が必要と思われがちですが、実は大きな誤解です。
目標が大きいからこそ一刻も早く行動するべきです。大きな一歩よりも小さな一歩です。スタートが早ければそれだけゴールも早いです。6個目、ホテルのラウンジでミーティングをする。どこにお金をかけるのか、それは人それぞれです。限られた収入でどう振り分けるかは人によって違います。実はこうした消費の傾向にも成功する人と成功しない人の差が現れます。仕事のミーティングをするとき、どこで行うかもその一つです。成功する人は近所のカフェではなくホテルのラウンジを選びます。しかしこれはコーヒーを飲む体験を買うのではなく、心地よくミーティングができる環境を買っています。7個目、お金で時間と空間を買う意識を持つ。お金で買うという行為はどんな意味を持つかによってポジティブにもネガティブにもなります。歩いたり公共交通機関を使わずタクシーを使うのに抵抗がある人は多いです。しかしタクシーを使えばメールを打ったりする時間が生まれます。またタクシーは自分の空間が生まれるため、次のミーティングの資料が見れたり業務連絡の電話を一本入れることができます。使い方次第ではタクシーは時間と空間を買うのにいいお金の使い方です。8個目、ギブギブギブで与え続ける。ビジネスシーンではよくギブアンドテイクという言葉が使われます。しかしテイクを求めず与え続ける考え方があります。いくら貸したからいくら取り立てなければ、そういった考えではなく損得感情抜きで提供し続ける気前の良さこそが相手の心に残るギブです。一つのコツとして、打ち上げや会食の時の雑談で相手のためになることを何か一つでもいいので言うようにしてみてください。9個目、年下は褒め言葉プラス注意で育てる。部下も後輩もあなたにとって大切なパートナーです。身近な後輩から尊敬されず十分な協力が得られなかったらビジネスでは成功できないです。では部下や後輩がファンになる人とはどういう人なのか。それは自分を引っ張って育ててくれる人です。モチベーションを上げるために褒める。しかし実力を上げるためには注意することが必要です。10個目、食事のルーティーンを変えてみる。日本人はおそらく1日3食の食事をとることが当たり前の生活になっています。しかしインドでは給食の制度がなく1日2食が普通です。あくまでも自分の体とマッチした食生活を見つけることが大事です。ちなみに僕は朝はプロテインだけで昼と夜の1日2食にしています。11個目、褒め言葉は事実の3割増しに盛る。相手の気分を良くするトークといえば褒めることが一番です。その褒め言葉で効果が出る秘訣は事実の3割増しを意識することです。また直球で相手を褒めるだけでなく間接的に褒めることで効果はさらに上がります。こうしたちょっとした褒めの作法で周囲の覚えが良くなれば協力さはどんどん増えていきます。12個目、人と会う前には必ず鏡を見る。心理学の世界では人のファーストインプレッションは出会った瞬間の最初の6秒で決まると言われています。1分も必要ないです。身だしなみを整えることで自分に自信が持てます。身だしなみとは相手に対する敬意を示すものです。最低限の清潔感を保っておくことは相手を不快にさせない秘訣になります。13個目、にこやかにゆっくりと適切な言葉で話す。相手に対する印象の 55% は視覚情報です。そして残りの 45% は聴覚情報が 38%、 言語情報が 7% です。これをメラビアンの法則と言います。これはいかに人が視覚情報から強い影響を受けているかを示す理論です。だからこそ見た目を磨いてファーストインプレッションでできるだけ点数を稼いでください。14個目、自分が憧れている人をランチに誘う。憧れっていうのは大切な感情です。あの人みたいになりたい、そう思える人が身近にいるならこれは一つのビッグチャンスです。ぜひ積極的に交流を試みるようにしてください。自分が目標に掲げていることをすでに叶えている人のため、自分にも思いもよらない視点やノウハウをたくさん持っています。きっといいアドバイスがもらえます。人は背伸びしただけで成長します。だからこそあらゆる面で
自分よりも高いレベルの人に囲まれていれば、自分もいつかそのレベルに到達できます。11個目、ネガティブな人には近寄らない。自分にマイナスな影響を与える人を見極めて、なるべく関わらないでください。あなたの周りにも余計な心配をしている人っていませんか？残念ながらそんな人にいい話が舞い込むことはないです。次第に周囲から人が去っていきます。その人物のそばにいることで、あなたも同類に見られてしまいます。それよりもあなたの知人友人の中から、この人は前向きと思える人をリストアップしてください。思い浮かべるだけでパワーをもらえる人が周りにきっといるはずです。そんな人とできるだけ付き合うようにしてください。16個目、自分の強みを誰かに聞く。成功している人たちとの交流と並行してぜひ実践してほしいのが、周囲の誰かにあなたの強みを聞くことです。自分の手持ちの武器を自覚することは大事です。せっかく備えられている強みに気づいていなければ、宝の持ち腐れです。つまり他人から見える自分の姿こそが本当の自分であることを忘れないでください。17個目、あなたをよく知る第三者を大事にする。非常に大切なことがあります。それは、私の強みはどこですかと本音で聞ける人を常に身近に持っておくことです。人は環境や経験によって絶えず変化して成長しています。10年前の自分の武器と今の自分の武器は少しずつ変わってきています。18個目、 SNS を使って相手の感情を知って効果的なタイミングでメッセージをする。 SNS の利点は、効果的に協力者をどんどん増やせることです。一度顔を合わせた人は積極的に友達申請することをお勧めします。友達リストを断捨離する一方で、新たに出会った人とはいつでもスムーズに連絡が取れるルートを押さえてください。19個目、 SNS のアウトプットは相手のメリットになる情報を書く。 SNS の活用法は単なる連絡手段だけではないです。自分自身が発信者になって、つながっている友人に向けて効果的なアピールを行うこともできます。意識すべきは、 SNS をどのような目的で使って、それによってどのような自分を演出するかです。気の利いたうまい文章で書く必要はないです。読む側にとってメリットが含まれていれば、確実に相手の記憶に残ります。20個目、相手のことを好きになる。誰しも自分に好意を持ってくれれば、自分も好意を持ってしまうものです。これを心理学で好意の偏方性と言います。恋愛における重要な要素の一つとされています。でもこれはビジネスや一般的な人間関係にも適用されます。相手のことを好きになって、いい関係を作ってください。今回伝えた習慣を実践するのはあなた次第です。習慣には完成もゴールもないです。あなたが自分自身で作り変えていけば、しっかりと日常に根付き、あなたに運を運んでくれます。最後に伝えたいことは、毎日 1% の積み重ねが1年後には38倍になるってことです。まずは昨日までの自分を思い返してみてください。そして昨日の自分よりも 1% 成長する、1% 変えてみる。それだけでいいです。大切なのはその 1% を積み重ねていくことです。解説は以上です。この動画で解説しきれなかった他のテクニックも知りたい人は、ぜひ本を読んでみてください。今回の解説がためになったという人は、いいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。